私はついに証拠をつかんでしまった。はい、というわけでハルパパでございます。はい、今日はね、ドス黒いクラロア界隈の闇を暴いていこうというね、ものでございます。はい。いやーこれね、いやーこれマルチで、今ね、これはノバジャパンさんに来てるんですけれども、ノバジャパンさんっていうのはですね、まあノバグループのね、こう日本支部みたいな形なんですよ。まあノバというのはね、まあアメリカとかどこでもあるんですよ。どこでも各国、これ日本全国みたいなね、世界全国にあるね、とてつもないナンバーワンと言ってもいいぐらい巨大なクランのグループさんなんですね、うん、でそこで言われておりました、コートロ隊のところのノバグループさんは八百長疑惑があるんじゃないか、ノバ同士でぶつかった時に、そのノバクランの国同士でぶつかった時に引き分けをするんじゃないか、勝ち負けをトロビー上げちゃうとかあるんじゃないかなというね、一時期噂がありました。はい、今日はですね、ノバジャパンさんのね、ユウさん、かなりこの方ももう5000、いやもう8000ぐらい言ってんじゃない、まあ言ってんじゃないかなっていうぐらいの、その方にねご協力をいただいておりまして、はい、こちらがですね、ここ噂の八百長、早速見ていこうと思います。ポン、いやこれね、本当にね、なんだろうな、俺一回見たんですけど、なんかね、こうサインとかはないらしいですね。うん。ただまあさ、俺思ったんですよ。でもこのリプにってね、まあまあよくあるあるでしょ、これあるある。でこれなんかスタンプ無限に打てるっていうなんかちょっと疑惑出てますけど、いやこれ結構ね、まあ要するにこのリプレイ、まあお互い攻撃をし合わないんですよ。うん、で引き分けに結果になってしまうんですけれども。なんつうんだろうな、別にチートを使ってるわけでもなくて、なんだろう、別になんだろうな、まあ組織戦、まあでもまあグレーゾーンっちゃグレーゾーンかもしんないけどね、うん、別になんだろう、ズル、まあズルっちゃズルなのかわかんないけども、それは、うん、でもなんかさ、どこでもありそうじゃない、こういうのって。他にもさ、多分グループクランみたいなのありますよね、世界各国で。うん、だからまあなんだろうな、微妙な話だなと思ったんですよね。なんか別にさ、そのノバさんが闇抱えてるとかないと思うんだよね、実際ね。まあチート使ってるとかだとまた別の話だと思うんだけど、まあチートって、クラウラチートってどういうこと、俺よく分かんないんだけど、うん、まあ一切攻撃をし合わないというね、こんな感じですよ。うん、いやーちょっとでもね、なんかね、こうなんだろう、こうノバさんに、実際なノバジャパンさんは少なくとも悪くはない、うん、まあ別にね、ノバグループさんが悪いと言ってるわけじゃないよ、それはね、ちょっと誤解をしないでいただきたいんですけども、一応こう協力していただいて、こういうのね、証拠を出してくれたという、めっちゃありがたいよね。だってさ、ノバさんがさ否定される可能性もあるのにさ、出してくれるって本当に優しいなと思うので、皆さんだからその辺は八百長だのなんだのちょっと勘違いしないでほしいなと思います。はい、基本的にはそういうの一切やってないっていう、もちろんね、やってないので、ノバさんっていうのは、僕がいつも、いつもっていうか、もう僕はもう見てますから、普通にやってない、そういうクランさんじゃないんだけど、多分そういう、これは多分相手の方がアメリカの方なんですけれども、まあ、そういう、まあね、そのなんか暗幕の妖怪みたいなのあるかもしれないですね。でも日本でも別にありますからね、もうちょっと名前は出せないけど、友好クランとかあるじゃないですか。例えばね、例えばなんとか、名前は出せないけど、なんとかのクランとなんとかクランが当たったら、例えばなんか、ほら、ね、こう何かをこう、端のところにポンと置いたら、それは、休戦の合図みたいな。日本でもあるから。うん。全然ずるいことじゃないと思う、俺は。うん。だってさ、そういうのあるじゃん。うん、まあね、俺とかさ、俺以下とかの人、トロフィーのさ、そいつはさ、全く関係ない話なんだけども、うん、実際だから、あるんじゃねえかなと思って。だってさ、自分のクラン名がさ、トップに立ってグローバル1に立ったりさ、そういうの嬉しくない？普通に。ちょ、リラックスしていい？これね、親父 T シャツね。うん、それやかましいって。うん、だから実際あるんじゃねえかなと思って、どこのクランでも。うん、だからよくさ、なんか前言われてたんですよ。八百長やみたいな。クラロア TV で見たでみたいな。うん。あったんだけど、別にそこまでごちゃごちゃ言う話じゃなくねっていうね。まあ日本人がね、グローバル1位に立って、まあ立ちたいっていうのはもちろんあるんだけども、まあ、別に、まあさ、どこの国でももちろんさ、1位になりたいのは間違いないと思うから、うん、あるあるじゃねって思って、思ったわけですさ。うん。まあね、まあこれ見ててもしゃあないか。早送りするか。
はいはいはい、おっとドーンということでね、最後バトル終了。最後えぐいとこ言ってましたね、優しい。はい、というわけでね、こんな形で今回はですね、引き分けに終わったんですけども、なんかね、逆になんかすごいクリアな、クリーンなあのイメージを僕はノバさんに持ちましたね。まあね、僕も今ノバさんとかなり仲良くさせてもらってるので、だからって言って別に引きするわけじゃないけどね、うん、はい、というわけでですね、本日はクラロア界隈の都市伝説をお送りさせていただきました。信じるのか信じないのはあなた次第。ご視聴マジだ。